アストン・マーチャンは日本の競争馬である。主な価値案はスプリンターズ・ステークス、フィリーズ・レビュー、ファンタジーステークス、コクラ・ニサイ・ステークス。イギリスの高級車、アストン・マーティンと場所であるジョイのトサマ・ユミの愛称をもじったもので、アストン・マーティンのように速く走ることを願って名付けられたとされるが、JRA の公式ホームページではサーキット名人名愛称とある。 2006年7月、安城に、竹豊を迎え、小倉競馬場でデビュー。新馬戦こそ、首差及ばず2着に敗れるも、和田隆二に乗り換わった2戦目の未勝利戦で、単勝1.3倍の人気に応えて、順当に勝ち上がった。続く小倉2歳ステークスでは、フェニックス賞を制した、シルバーストーンに人気が集まり、アストンマーちゃんは3番人気であった。レースは、 序盤サン・ハロンの通過タイムが32秒後というハイペースで展開する中、2番手を追走。4コーナーで先頭に立つと、そのまま2馬進反差をつけるという力強い競馬で、重賞初制覇を果たした。さらに、安城のサメョ良太にとってもこれが、重賞初勝利であった。この後は、ファンタジーステークスに出走。 安城が再び部に乗り換わったものの有力場が揃ったことや距離延長も不安視され3番人気に止まった。道中では行位につけ直線半ばから一気に抜け出し、エクスキューズに小馬審査をつけ勝利を飾った。レース中に左後ろ足を落鉄したにもかかわらず、勝ち時計は1分20秒3。2歳レコードでの重賞連覇だった。そして迎えた GI 競争の阪神ジュベナイルフィリーズでは圧倒的一番人気に押され最後の直線では早めに先頭に立ち押し切りを図るもののゴール直前でウオッカにかわされ2着に敗れた2007年の初戦は大ョートライアルのフィリーズレビュー1400メートルでのレコード勝ちの実績もあり単勝1.1倍の圧倒的一番人気に押される道中は 若干かかり気味で追走するも、直線では後続をちぎり、重傷3勝目を挙げた。しかし、ウォッカとの再戦となった、大賀賞では、パドック回収まで激しく入れ込む様子が見られ、レースでもスタート直後から引っかかり最後の直線で、粘り切れず、ダイワスカーレットの7着に敗れた。その後、NHK マイルカップ、優秀品馬は回避し春シーズンは休養。 サマースプリントシリーズの第3戦、北九州記念で復帰式種も岩田厚生に乗り換わった。しかし先行場には厳しい展開となり、圧倒的一番人気であったが見せ場なく6着に敗れた。その後、中立英二を安城に迎えた第41回、スプリンターズステークスでは、大雨降りしきる不良馬場の中、スタートから果敢に逃げるとそのまま逃げ粘りコバを抑え、 初めての GI 制覇を飾り、10月3日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは112の評価を得た。その後は10月27日のスワンステークスに出走、前走同様果敢に逃げたが、距離延長が響いたのか、最後は失速して14着に敗れた。なお香港スプリントに予備登録を行っていたが、10月23日に、 ウマインフルエンザの影響で検疫期間が当初1ヶ月かかることが想定されたことで回避することが発表された。スワンステークス後は放牧に出され12月21日に帰球した。復帰戦はシルクロードステークス。大賀賞以来に部が起乗してのレースとなったが直線中ばで失速し10着。その後秋春、スプリント GI 制覇を目指して、 高松の宮記念に向けての調整を続けていたが3月3日の朝に突然体調を崩したことにより、高松の宮記念を回避。その後 X 大腸炎を発症して、立冬トレーニングセンター診療所に入院。過量の快なく4月21日、急性心不全のため死亡した。以下の内容は、ジャビスサーチよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。